AO タブはオープンソースのボービス互換エンコーダ一部からは青粒、青粒などと呼ばれている。チューニング、開発、配布は日本人の青い海が行っている。2019年5月現在、バージョンはベータ6.03。ボービスは企画自体がオープンソースかつパテントフリーであるため、数多くのエンコーダが開発されているが、 その中でも AO タブは最も高い音質のボービスを作成できるとされている。また、ボービスを9-2でエンコードできるのも AO タブの特徴である。ハイドロジェノーディオを主催による数々の公開リスニングテストで AO タブは高い評価を受けている。ボービスの公式エンコーダーのバージョンが1.01の頃、 mp3 を超えることを目指して開発されたボービスではあったが、音質評価は必ずしも賞賛ばかりではなかった。当時の公式エンコーダには、プリーコーと広域ブーストが発生する問題があり、それが音質低下の主たる要因であった。この問題を解決しようと、有志によってチューニングされたエンコーダがいくつか登場した。a o タブ以前の主なチューニング版には、 GT3 ククトゥンモデストチューニング等がある。このうち GT3 はプリエコーを軽減したのが特徴で、主に高いビットレートで効果を発揮した。しかし、公式エンコーダや他のチューニング版に比べ、ビットレートが膨らむ傾向にあるのが難点であった。ククトゥンは広域ブーストの軽減を図っており、主に平均的なビットレートで効果を発揮した。 AO タブ α1 ボービスの高温質化を目指したチューニング版の一つとして青い海による AO タブが登場したのは2003年12月23日であった。AO タブは細かい部分の調整が主で比較的低いビットレートに重点を置いて調整しているのが特徴である。また9スに対応しているのも特徴であり平均約4 0ロ b p s でエンコードすることが できた一方で、プリエコを広域ブースト対策で他より遅れをとっていたため、中から高ヒットレートでは、頼り優位とはいかなかった。そのため、ボービスユーザーの間では、低ビットレートは A オタブ、9 5までは公式エンコーダ9 6以上は GT3 と使い分けることが推奨された。各チューニング版を合成して、それぞれの良さを合わせる試みもいくつかあったが、 各チューニング版のトレードオフも改善されないまま合わさってしまうこともあって大きな成果にはならなかった。AO タブエクスペリメント2004年3月29日、青弓は AO タブに大きな改良を加えその開発版を公開した。このバージョンはどのビットレートにおいてもプリエコート広域ブーストを非常によく軽減していて評判となった。低ビットレートにおいては このバージョン以降は他のチューニング版の追随を許さなくなった。COVID レートはまだ少し不得意であったがこれ以降のバージョンで改良されていくこととなる。AO タブベイター2開発版での改良を反映した正式版は2004年4月21日に公開され以降ハイドロジェノーディオ主催の公開リスニングテストで高評価を得ることになる。この高評価を受け 海外などで AO タブを内部に取り込んだツール類が公開されるようになる。また、AO タブベータ2による改良点は、ほとんどが公式エンコーダにも取り込まれ、リベボービスバージョン1.1として公開された。AO タブベータ32004年11月21日に公開。公式エンコーダのバージョンアップに伴い、AO タブもチューニングのベースとする公式エンコーダを、 リベ・ボービス1.1に変更した。このバージョンでは、9-2の仕様が変更され、より低い平均 32kbps でエンコード、できるようになった。これは当初は9-3と呼ばれていたものである。AO タブベータ42005年6月18日、公開。チャンネル間処理に、大きな改良を施した。ボービスのチャンネル間処理は効率を増す一方で、 広域ブーストの原因の一つとなっていたところでもある。ベータ4が公開されてから少し経った6月27日、公式エンコーダもリベボービス1.1.1にバージョンアップした。リベボービス1.1からリベボービス1.1.1にかけての変更点はいくつかのバグの修正である。7月7日、すでに公開されていた AO タブベータ4はこれらのバグ修正を取り込んだものに差し替えられた。 そのため、同じ β4 でも内容が異なるエンコーダが存在する。AO タブ β4.52005 年11月5日公開。β3 ーーの弱音処理コードが書き換えられた。β4 ーーから β4.5 ーーにかけての改良は、q 3未満を対象としたもので、q 3以上の場合は、β4 ーーとほぼ同等の結果をもたらす。 AO タブベータ4.512005年11月19日公開 GCC4 でコンパイルした際に正常に動作しないコードを出力する問題が修正された当時公式エンコーダも同じ問題を持っておりリベボービス1.12で修正された AO タブリリース12006年8月23日公開ベータ4.51を解明した安定版とした ものである。ベータ版を避けるユーザーのために用意された。AO タブベータ後2 0 0 6年10月24日、公開。いくつかの改良により、低いビットレートでの音荒れ、音揺れ問題、チャンネルカップリングに起因する問題のいくつか、プリエコーを改善した。また、変更点や追加部分に合わせて、各部のチューニングをやり直したバージョンである。 公式エンコーダのリベボービス1.1にまでの改良も取り込まれている。リリース1が公開される以前から開発されていたものである。11月5日、svn.xiph.org に AO タブ用のブランチが作成された。これは AO タブの開発が公式のプロジェクトとして認められたことを意味する。AO タブが公式エンコーダに取り込まれたわけではないが、 事実上の公式エンコーダになる可能性は高くなった。AO タブベータ5.5ユーザーの要望に応える形で2008年3月31日、約1年半の沈黙を破ってのリリース。プリエコーをさらに改善し、細部の挙動をベータ5よりも改良した。AO タブベータ 5.6AO タブベータ5.61 AO タブベータ5.7 AO タブベータ6 AO タブベータ6.01 AO タブベータ6.02リベボービス1.22から1.32の修正を取り込み特定パターンのプリポストエコーを改善ステレオモード切り替えの式位置を変更ノイズノーマリゼーション処理の改善など小粒ながらも比較的広きにわたる修正が行われているが公開初日に 特定の波形が破綻するという不具合が発覚している。AO タブベータ 6.035.1CH ソースのエンコードに関する問題を修正。リベボービス1.34を統合。リベボービス1.35を統合。リベボービス1.36を統合。AO t タブエクスペリメントは開発版であるが、AO t a b の現在の高い評価につながる重要な 改良が行われたバージョンであるため掲載した。ありがとうございます。